せっかく新しいタオルが発売されたってのによ、お前なんでギブアップしちゃってんの。ギブアップしてないでしょ。してないの。してない。おい、してねえってよ、バカ野郎。痛かったから止めただけ。おい、じゃあお前それはギブアップじゃねえんだ。おい、じゃあ今からもう一回レフリーちょっと工事して、もう一回最善だ、バカ野郎。おい、バカ野郎。2AW 3周年記念大会 TKB 開催おめでとうございます。俺は外様だから挨拶だけはしっかりしねえとな。ほんちゃん今日もありがとう。第一試合見事俺らバグズミューテーション快勝だよ。でもな、俺たちはな、今日はな、それが目的じゃねえんだ。目的はセミファイナル、チシャリーと正気と岡林裕二 2AWタックベルト、大官、それだけを目指してきている。ああ、もう分かるよな。岡林雄二がベルトを取ったら、もう俺らのもんだ。もう物語は始まってるんだよ。2AW、バグズミューテーションクエスト、第2章、岡林雄二編。天空の岡林、今日から始まりだ。いや、結果はまあ負けたかもしれんけども、一個分かったことあるでしょ。力富士は猫以上に猫魂弱いから、これ今後の戦うレスラーの皆さん参考にするといい。力富士は猫以上に猫魂に弱い。見たか、これが俗に言う作詞作為に溺れるってやつだ。これから 2AW 3周年、いやいや、まだまだ5年、10年、15年、20年、30年、永遠に Forever 2AW の戦いはまだまだ続けて、 4C Nothing Yet Baby。 2AW 3周年ありがとうございます。でもね、そんな綺麗な大会で負けちゃったのは悔しいけどね。そうですね、なんていうか、今日って通常ルールでしたっけ。やめて、通常です。違ったらなんか違うように。通常です。でもこういうことになって、なんかこのリングでやりたいことを見つけたかもしれません。私たち若手がもっともっと頑張っていかなきゃいけないと思います。 2AW マリオさん、ありがとうございます。若手ってキャリアじゃないから、もう実力的にもね、あのデビューして年数が浅いだけで、もう自分たちの若手っていうのはやめて、もう、ね、立派な実力を持ってるから自信持ってる。じゃあ最後何かお願いします。結果が欲しいって、俺らで必ず勝つ。今このグレーマシモさんがね、シングルのベルトを持ってますけど、俺らも動いていかないと。そうだよ、俺たちで出した結果だ。そうですね、今日だって何のよ、ぶっ倒されたよ。けど、グレンの絆、ちょっと一人にいいけど、グレンの絆でうまくいってないよ。でも結果うまくいくんだよ。このまま和尚さんに俺ら送り取ってらんねえかな。バン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 動いていこうぜ、リッキー。次のステップだ。よっしゃ、待ってやるぞ、グレン見とけよ。よっしゃ。7年間、8年間ですかね、お世話になったこのリングと別れる。お世話になったって言っても、正直寂しいって気持ちはないです。また戻ってくるから、必ず戻ってくるから。この会場、今日の吉野さん、このタイミングで終わることが自分の希望というか、自分の、まあ
自分のこれからのステップアップにどんどん今日の試合を生かしていきたいと思います。千葉からもらった花、そして沖縄からもらった花、これ合体させてもっと高く登っていってまた必ず持ってきます。その時まで待っていてください。行ってきます。ティーラン所属最後の試合の相手、ティーランから俺とやりたいって言ってくれてすげえ嬉しかった。結構短い間だったけど先輩としてできん背中あんまり見せられなかったから今日試合で何か伝えられたかなと思ってます。そんで本当はねティーラン後輩なんだけど4ヶ月ぐらいしか多分キャリア変わらなくて、2年後ぐらいに10周年自分たち10周年だからそこでシングルやりたかったんだけどちょっと早めにねティーランからやりたいって言ってくれたから嬉しかったんだけど、まあ、少しやっぱり直の後輩がいなくなるのは寂しいよね。でもティーランは、やめるわけじゃないから、あっち行って沖縄でももっともっとでかくなって帰ってくるってリングでも言ってたからその時また俺とやろうぜティーラン。行ってこい。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかさ、退団発表してから1ヶ月経ってその今日まで至る1ヶ月全くもってなんだろう辞める実感というのがわからなかったんですよね。で今日リング上に立ってみたら湧くかなと思ったけどでもなんかわからなかったんだよね。なんだろうね、それはさ、まあ言ってるけど杖ダブルには今後もう呼ばれたりするってなんだろう杖W がすごい居心地がいいからと思うんだよね。でもさ居心地がいいけど、まあ、いずれ離れないといけない、まあ、今回自分は残りプロレス人生残りいろんなことに挑戦してみたいと思ってやめる。でもまだまだ杖W の戦いは始まるよ。でリング上でも言った通り杖W 通常大会では本当に40人やったら50人悔しいよね。だからさ、杖並みだったらもっともっとできるんだよ。だから自分の辞めるお客さんへの最後の一つのお願いなんですけど、これからも杖並みを見に来ていただいて足を運んでいただいて杖並みを応援してあげてください。本当に16年間ありがとうございました。いや、やっぱあいつは最後までハイテンションなやつで、なんか見てたら笑顔になってきちゃった。でもこうやって悲しいばかりじゃないと思うし、なんやかんや言うて自分の節目節目でカジトマト選手はいろいろ、すいません、でもだって負けたくせにヘラヘラして あいつらしいと思います。ちょっと言いたいことがいっぱいあるというか頭がちょっといっぱいなんですいません、これだけにしておきます。ちゃんちゃんちんちゃん、ね、何やったじゃん。すいません。違いますよ、俺セコンドで見てました。あいつらまたベルト使って卑怯な真似して勝ちかすめ取ったんですよ、若林さん。絶対そうだろ。そうですよ、途中までめちゃくちゃいい雰囲気で空気で俺ら進んでたんですよ。もう勝ちは8割方こっちに来てましたね。ほんま悔しい。何あいつらお前。あいつらマジでクズですよ。もう全員まとめてボコじゃんお前。ほんと反則なんかするやつらろくなやつにいからな。ほんまじゃん。ほらお前誰や。それから今日セコンドしたの柴と中シューマン。中シューマンっすね。あいつらボコじゃん。ほら、ほんとに芝俺らお前、俺お前ツイッターでお前絡んでくんな。お前一日朝早くからお前、はい、やってお母ちゃん眠いやぞこの野郎。お前ら遊びしながら死ぬかボケ。ふわボケアホか。あいつら許せないっすよね。大丈夫マジで。ほんまに。じゃあ大丈夫か。すいませんでした。すいませんじゃないの。くそ。でも俺は何回でも潰されても這い上がっていくんだよ。そうじゃ、またお母さんと一緒に挑戦するからな。
のパワーじゃこら。読み解けこらおい。よく見とけよ。力、力こそパワー。ピサリー。ピサリー。バグズミューテーション。楽しくなりそうっすね。吉田やと、エクシレよ。散々言われたけど別にいいよ。なあ、お客さんも、あの反応だと、あっちの方が正しいって思ってるかもしんねえ。今はだろ、今はだ。今は、そりゃそうだ、口だけだ、今は。だけど、だけど、俺らは実際に、あのベルト取るまで言い続けてやる。口だけだろうが、なんと思われようが、俺らは突き進むあのベルトに向かって、必ず取ってやるべきだ。もう、言ったでしょ、向こう。来月ああやってやるって絶対でしょ。しっかり俺らがタッグのベルトを巻く。それでああ負けるなんて言ってねえんだ。負けても何してでも立ち上げるっつってんだよ。ああよし。まあちっちゃなことはもう終わり。まあ結果で分かったやろな。次花見と二期、まあやるのも決まったからな。まあちっちゃみたいに期待煽るだけ煽って、またお前たち自身がその期待を裏切ればええわな。エクシー、自分の中で今日が一番36年間の中で最強なんじゃねえかと思って、今日の試合もそんだけだよ。ご覧の通りだよ。マスモゲームに負けた。自分よりはるか年上のマスモゲームに負けた。でもよ、分かったよ。マスモゲームだってよ、この俺だってよ、2AW の過去じゃねえな。まだまだいけるよ。まだまだトップ張れるよな。わかんねえぞ。滝沢大志、もうかれこれ16年、もうすぐ17年でいけるよ。でもよ、この1ヶ月カップをして、感じの大使、まだまだ伸びしろ伸びしろあるってことは自分自身で証明したからよ。まだまだ伸びしろよ、感じの大使よ。いいか、若手がどんどん伸びてくるとな、感じの大使、このままずっと 2AW のトップに君臨してるぞ。おいおいおい、聞いたか、おいおい、マシモあいつ挑戦受けるって言ったぞ、おい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 、7月31日、ここ TKP でマシモ健吾に挑戦する X、 そして来週7月3日、新浦安に登場するザルールの新メンバー X、 おい、クマ嵐や、おいおい、マシモ、おい、そのまま焦んなよな。今日ここに来へんからってよ。来週来るからよ。来週まで待っとけよ。なあ。まあ、ビビって、くよ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 して。なあ。来週まで待っとけ。なあ。ほんで来週思い知って、31までビビり散らかしとけよ。おい。おい。おい。マシモ。マシモ。7月31日までや。7月31日まで、そう、7月31日までや。お前がそうやって威張ってられんのはよ。おい、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 ああ、7月31日、またベルトがザルールに戻ってくるぞ、おい。タッグのベルトと、で、シングルのベルトが新メンバーの元に、おい、ザルールが 2AW をひっくり返してるから、楽しみにしとけよ、これ。いやー、きつかった。滝沢大志よ、やっぱ強えじゃねえかよ。てめえはよ、強くてすごいはずなのによ、なんかちょっと違うんだよな、ずれてんだよ。どっかよ、
周りのやつに頼ってんだよ、今何は。芯がねえんだよ。それがありゃよ、俺なんかとっくに超えてんぞ、貴様。もうちょっとよ。俺なんかよ、もう40超えてんだぜ。てめえらがよ、トップに立たずにどうすんだって言うんだ。だがよ、見ただろう。俺はまだ全然年齢的には衰えてねえな。怪我はまだあるけどよ、そんな精神力で何とでもなる。次、熊原氏、しょうがねえからやってやるよ。さっさと姿を現せ、自分で挑戦表明しよう。あんなふざけな映像じゃなくてよ。来週待ってるよ、熊原氏。てめえがどこまで本気かよ、査定してやる。見せてみろよ。とりあえず3周年、俺がベルトを守った。まだ俺がこの団体の中心だ。間違いねえ。誰でもかかってこい、この野郎。